席の。3306これはキャブレーターをね、キャブレーターが腐っとったんですよね。このキャブレーターをね交換していきたいと思います。でキャブレーターを新品で買ってもらったんですよね。これをしかしうまいことようあったね、こんなのキャブレーター。ほんでだってこんなさ、こんなさ、まあ、遺跡だでだろうね、遺跡のやつだから取り寄せが効いた。であそこの何だっけ、ディオワールドちゃんは遺跡のあれで結構強いみたいで、なんせねここの中が腐っとったんですよ、うん、でこれあかんわっつって言って、で丸ごとまさか俺あると思わなかったから。本当？ないと思った。こんなもんありませんって言われると思ったよ。だってこんな幸運期だよ、こんなぽっこいさでこんなもんさ直そうかなって。6万円ぐらいするらしい、これ幸運期、うん、でこんなもん捨てたろうかなって。ゴミだからこれ、いわばね、直していきたいと思います。だいたいね、言っとくわ、これさ直してもいいんだけど、うん、考えた方がいいのは、うん、これ紐がもうさ、うん、切れちゃったりするの、間もなく、うん、でもそれも紐いくらもある自分でやればいい、そんなできへんもん。そのために俺が奴隷として奴隷だそして鈴鹿のじゃあこれを直してほしいんだね。直してほしいんだね。あの直してほしいんで、あの直させてやる、うん、やらしてるわやらしてもらえるの俺じゃあ忙しい時間を割いてやらしてもらいますね、はいはいでやりますわちょっと、はいはいはい、なんでそれエアクリーナーってあれ油オイルで綺麗になんかベタベタにしてなかったの、ほこりを吸着させるんだから、ね、あそうなの、砂ぼこりが立つでしょ、うん、砂ぼこりをエンジンの中に吸い込むと壊れちゃう、うん、もうポン漬けだよさ、ポン漬けこの配管が、あ、このこれを覚えてたし、あ、ほんでね、あと疑問に思ってたら、ここが錆びたくっとるもんね、うん、これスロットルが、うん、どうなんかなと思って、これ投げるよこれ、ちょっとここ油さしとこうか、こっちにも、ここはさ、細いのがこれ、あるのよ、ここ針金みたいなやつと、うん、太い方、これは同じ穴に入ってる、どっちも、うん、うん、何でか知らんけど戻りかな、これ、うん、で、あとはこそっといっちゃうから、こそっとね、さあ、これね、これ新品、ちょっとちゃうな、ちゃう、何がここか、あ、パッキンだ、これ割れとけ、これ何や、あ、嘘、何これ、うパッキンないな、うん、これやっこやで、ね、これぐらいの厚み、うん、これ触ってみて、うん、これ、うん、でしょ、うん、今からパッキン作ります。この外径はどうでもいいんだけど、どうでもいいんだけど、ここの穴は肝心だよね。うん、どうぞ。よいしょ、あー、ここの穴はどうでもいいよ。で、合わせてクイーって切ってくれさ。ほら、バッチリバッチリ。いや手作りパッキンインサートですね。これで YouTube のせいでさ、必ず言ってくれそうで、ね、そんなパッキンはダメです言ってくるの、うん、本当に
どうですか、当たり。うん、いいんじゃない。OK、うん、ね、うん、ここ燃料タンクが、うん、あれでしょ、うん、あのこれ、うん、この圧がさ、うん、燃料タンクに入るのよ、うん、で負圧でキャブレターにこうガスを送ってる、うん、さあこうちゃんこだわりますね油には。じゃあさしてください。この要はその可動部ね、めっちゃ出るよ。いや、ここ、あのさ、ここ、うん、それでいい。もうちょっとつけて、OK。で、ワイヤーも塗って、ワイヤー、伸ばしとくから、ワイヤーに、そう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 。ああ、軽くなった、ほら、軽くなった。OK、OK。OK。こうちゃん、燃料は燃料、あれ、つけといて。燃料で持っとるけどさ、うん、どうしようかな。うん、今、燃料高いんだわ。1リッター500円でどう?1 リッター500円。どう、あ、いいんじゃない？いいの、そうそう。満タンしてて。いいよ。運転だよね。ガス抜き終わり。で、おー、入った。うん、ガス入った。ちょっとスロットルが開いて。これね、ゆっくりね。やったじゃないの。アクセントがこれさ、引くときにこう絶対こうここにテンションかけんようにまっすぐ引かんと、もう切れるよこれ、もう切れるこれ、もうそうするともうゴミだよさ。じゃ買えやいいけど、もうめんどくさいが。でもこの帰れ、ああ売っとるよ。感想ありがとうございます。ありがとうね。そんなわけで今日はこうちゃんの幸運を直させてもらいました。あれでもうメシ、あれメシで出るなんか。だから中高年はあれで復唱してからもね、あれでいいもんね、やってからもさ、ね、これからは百姓の時代だね、これからもぐらいの時期で、そう何の話で、こうちゃんがくれた、ブロッコリーか春キャベツか、ちょっとパパがちゃうで、分かれちゃうやろ、これパパがこれだって、これちゃうやん、これこっち長細いし、こっち丸っこいでしょ。違うよね、これ種類。これとこれは一緒だけど。これブロッコリーと思う。これブロッコリーだね。これハルカリブ。これキャベツ。キャベツだね。ありがとうございます。僕もここトマトキュウリ行くだね。じゃあこっちありがとうございました。すみません、ありがとうございます。気をつけて帰ってください。3回目のワクチン今どう以上だし、明日が雨で以上だし、痛かった。俺ね、2回目もすごい痛くなって上がらんぐらい痛かったよ。それではさよなら。さよならどうも、気をつけて。はーい。こうちゃんの幸運機の修理でした。また会いましょう。